こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はですね、第3弾となります私のパタヤの生活費公開したいと思います。はい、私のですね、第1弾第2弾を見ていただいた方は、本当にこんなに安い金額でタイでは生活できるのと思われた方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、実際できるかできないかと言われましたら、実際してますのでできます、断言できると思います。ただですね、全員が全員できるとは思ってないです。で、タイに移住する理由でよく多いのがですね、安い金額で贅沢がしたいからとか、老後にですね、優雅な暮らしをずっとしたいからという方が多いと思うんですけれども、僕はですね、そういった理由ではなくて、ただ単純にですね、タイが好き、パタヤが好きだから移住したという形になります。ですので、生活はですね、節約してでもタイに住みたいなというのが根本にありますので、そういった点でですね、ちょっと考え方の違いで、できない方もいりますよというのを踏まえた上でですね、ぜひ今回の動画も見ていただければと思います。はい、では早速ご案内していきたいと思いますけれども、こちら毎回ですね、繰り返しになってしまうと思うんですけれども、家賃の方はゼロとなっております。こちらですね、自分で購入したコンドミニアムという形になります。で、月のですね、教育費が1350バーツかかるんですけれども、年間払いということもありますし、今現在はですね、購入した時に無料の期間がいただいてますので、その期間に入りますので、現在はその1350バーツも払ってないという形ですので、実質ゼロとなっております。はい、続きまして光熱費の方になりますけれども、こちらはですね、3月分になります。4月に支払いした分ですので、実際使ってたのは3月分、水道の方が144バーツ、電気代が323バーツで、こちらもですね、通常の毎月とあんまり変わらないぐらいの上限がない金額になっております。はい、続きまして交通費なんですけれども、今回4月はですね、一度もソンテルに乗りませんでした。モタサイも乗ってないということで、ガソリン代だけですね、3回分で170バーツとなっております。で、ガソリンの方なんですけども、今タイの方もだいぶ安くなりまして、今まではだいたい1回ですね、100バーツぐらいかかってたんですけれども、今はですね、だいたい70バーツから60バーツぐらいで入れれてしまうということで、こちらの方もですね、ちょこっとですけれども、安くなっているという金額になります。そして携帯電話の方になるんですけれども、 AIS の方で月200バーツで使い放題というプランに申し込んでおりまして、で50バーツはですね、通話料でたまにかかるということで、今月は250バーツという金額になっております。はい、続きましてコンビニ4回204バーツということで、これですね、もうほぼもう 90% ぐらいは氷ですね、氷の金額、アイスの金額になります。栄の方なんですけれども、先月はですね、1回のみ550バーツとなっております。もう途中からですね、販売禁止になっておりましたので、ほぼお酒は買えなかったと。で、1本110バーツのタイ焼酎を5本買った金額となっております。はい、続きまして一番重要なところになると思うんですけれども、食費のところですね。こちらですね、スーパーマーケット等で買い物した金額になるんですけれども、テスコロータスに4回行きまして、1825バーツ、だいたい450バーツ平均ぐらいですね。はい、この中にはですね、トイレットペーパーだとか、あとキッチンの洗剤とか、そういったものも含まれております。はい、そして市場の方なんですけれども、こちらの方は4回で723バーツ、だいたい1回平均180バーツぐらいですね。で、こちらの方はほぼ野菜が中心で、たまに鶏肉とかも買うかなといった金額になります。はい、続きまして業務用スーパーのマクロになります。こちら1回だけで285バーツ。で、ここはですね、調味料、醤油だとか、あとパスタとかがですね、結構安いので買ったりするところになります。で、これらのお店ですね、どうやって使い分けてるかと言いますと、まずですね、テスコロータス、クレジットカードが使えるので、で、僕現金のですね、あまり持ち歩きたくないので、テスコロータスが中心となりまして、で、野菜はやっぱりですね、市場が安いので市場で買ってます。で、マクロもですね、すごく安いんですけれども、クレジットカードを僕のは使えませんので、本当に必要なもので、あと特に安いもの
まあ、マクロで買っているという形でですね、まあ、うまくスーパーマーケットの方も使い分けて生活しています。でこの食費の合計が2833バーツということで、だいたい1日3食30日で計算しますと、1食だいたい31から2バーツぐらいという形になっています。まあ、ただですね、まあ、1日3食食べない時だとか、あと友達の家でごちそうになったりということもありますので、まあ、大体35バーツから40バーツぐらいですね。で、屋台で1食食べるのと大体同じぐらいの金額で、まあ、自分で作っても済むという形になります。また後ほど出てきますけれども、今月はですね、ほとんど外食しませんでしたので、まあ、食費がですね、ほぼこの2833バーツで収まっているという感じになります。はい、その外食の方なんですけれども、今はレストランが空いてませんので、まあ、テイクアウトだけという形になるんですけれども、こちらの方1回のみテイクアウトしまして40バーツという形になっております。まあ、かなりですね、1回だけということで少ないんですけれども、まあ、自分でもですねびっくりしている金額になります。はい、続きまして、まあ、雑貨1回ということで、こちらほうきとちりとり買った金額なんですけれども55バーツという形になっております。それとですね、通販のラザダというですね、サイトで2回買い物しました。で、こちらの方はですね、500バーツぐらいと700バーツぐらいという感じで、まあ、何品か買ったので、まあ、合計で1219バーツとなっております。で、なんとですね、今月は以上になります。まあ、光熱費、ガソリン、携帯、あとですね、食費だとか、コンビニ、酒屋、あと外食、雑貨、通販、すべてですね、足した金額が、5788バーツ、約日本円でですね1万9000円ぐらいという金額になっております。かなりですね予想より少なかったんですけれども、先月比で言いますとだいたい1万5988バーツ安くなってます。で、まあ、ビザとかですね、そういった代金抜いて計算してもですね、先月よりも2488バーツ安くなっているということで、まあ、かなりですね、安く済んだ1ヶ月という形になっております。はい、ということで以上がですね、先月1ヶ月間に私が使った金額になります。で、皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、今パタヤはですね、まあ、ロックダウン中、あと夜間外出禁止だとか、まあ、レストランもですねあまり空いてませんので、まあ、そういったことでですね、まあ、遊び代だとか交通費もほとんど使わなかったですし、まあ、偶然トラブル等もですね、特にありませんでしたので、まあ、ほとんどお金が使わなかったという1ヶ月になります。逆に先月はですね、夜遊びとかあと外に出なければ、まあ、これぐらいの金額で1ヶ月パタヤでは生活できますよというですね、まあ、最低限のですね、まあ、生活をしてたという感じになりますので、すごくいい検証になったんじゃないかなと思います。で、実はですね、私自身がですね、このタイに移住する前は、まあ、10年以上オーストラリアの方に住んでましたので、まあ、海外で、まあ、生活するスキルというのはですね、まあ、普通の人よりあるかなと思っています。で、その上でですね、どうやって僕が節約して生活しているのかというのをですね、興味ある方が結構多いみたいですので、ぜひですね、近いうちに、まあ、お買い物を動画ということで、まあ、僕がどういったものをですね、どういった値段で買って生活しているのかということもですね、ぜひ皆さんに公表できたらと思ってます。はい、できるだけですね、早めに公表したいと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。どうも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。